あたりチャンネルレイディオ。どうもこんにちは、あたりです。あたりチャンネルレイディオかっこ仮始めていきたいと思います。よろしくお願いします。あたりチャンネルレイディオかっこ仮、僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組。ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けしますという感じで始まりました、あたりチャンネルレイディオかっこ仮第102回。前回の101回の公開が8月の29日、今この102回を収録しているのが12月の3日と。お久しぶりです。皆様お久しぶりです。丸3ヶ月空きました。お久しぶりです。いやー申し訳ないですね、間が空いてしまいまして。前にも1回あったよね、結構なんか間空いちゃったみたいなことはね。今回もそれです。時期的にその時期かなっていう、ちょっと僕の身にねいろいろありまして、申し訳ないですね。ツイッターでは結構いろいろ喋ってるんだけど、なかなか YouTube でこう話す機会とかもないじゃん。なんか今自分の身に起こってることをちょっと YouTube で話しますみたいなのもないし、だからね、こうなんかこう機会を伺っていたんだけども、結局3ヶ月空くっていうね。順を追って話すと、8月29日に101回のレイディを公開した後か、9月に入ってからそれ以前からも結構なんかあったんだけども、ちょっとねざっくり言うと心の病っていうか、なんて言うんでしょうね、ちょっと鬱っぽくなってしまったっていうのがありまして、ちょっとなんか話ができないというか、動画も撮れないし、なんかこううつうつとして過ごしているし、なんだかなっていう状態が続いてたんです。以前もどこかのレイディオで言ったと思うんですけども、ちょっと今回はやばいなってくらい落ち込んじゃったんですよね。動画撮るでもないし、なんかレイディオのお話をするでもないしみたいなのがね、9月にいよいよもってやばいなってなってから、1ヶ月ぐらいはもう完全に塞ぎ込んでたのかな。10月入るぐらいまでか。で、10月入ってからもなんやかんやこう、ちょっと今じゃないみたいなタイミングを伺いつつ、ずっと何もできずにいたっていうのが、その時期、ですね。で、とにかくなんとかしなきゃなっていう気持ちばっかりこう先行しちゃって、なんかそれもこう自分の中でストレスになってたって部分もあるんだけども、なんかこう1ヶ月経ってね、9月に始まって1ヶ月経って10月になって、なんとなくもう回復してきたかな。でもなんかちょっとまだ今じゃないなっていう気持ちのままずるずる行き、11月の初めに、先月ちょうど1ヶ月前だ、11月の4日ぐらいか、に予約していた心療内科に行ってきまして、それこそさ、今なんか結構話題になってるじゃん、このコロナ禍でこう鬱になっている、コロナ鬱が結構大量に出てきてますよみたいなのが結構あるじゃん。で、それこそこのやばいなって思い始めた9月の中頃、15日前後ぐらいに予約を取るために電話したら、次が11月ですって言われて、おお、1ヶ月以上空くねえって思いながらも、でも本当にどうにかしなきゃなっていう気持ちしかなかったから、11月でいいですって言って、11月の初めに予約して、でも11月の初めに行った時にはもう割ともう元気だったんですよね。だからそのなんとか11月に、病院に行くから、それまではなんとかこう
自分を保ってよみたいな気持ちでこう過ごしてたんですけど、で結局11月の初めに心療内科に行って、まあ先生とお話をしたんですけども、3分ぐらい話したのかな。いや体感では3分だったけど、もしかしたら5分ぐらい話したかもしれない。まあでもお話を聞く限りはなんか躁うつ病みたいな感じですよねみたいな、感じ、だ僕もまあそんな感じなんだろうなっていうのは自分の中では感じていたわけ。やっぱね、波があるんですよ。こう落ち込むのと、なんとかこうニュートラルに持っていっている時期がこうなんとなくこう波があるから、まあ、割とこう長いスパンなんだけどね、その1ヶ月2ヶ月とか3ヶ月とかそれぐらいの単位でこう上がったり下がったりを繰り返してるから、かといってなんかこうよくさ言うその躁うつ病ってさ、めっちゃハイになるみたいな、ハイになる時期とすげえ落ち込む時期を繰り返すみたいなイメージがあるから、で僕ハイになることが全くないから、そのさっきも言ったみたいにニュートラルと落ち込んでる時期をこう交互に繰り返すような、波で繰り返すような感じだから、なんか躁うつ病ともなんか違うのかなとは思ってたんだけども、まあその先生が言うには、その躁うつ病の波の上下が、上限と下限がちょっと狭いバージョンみたいな、結局そのまあバイオリズムじゃないけども、その人個人が持っている波の中で、まあ、上がったり下がったりしている状態だから、っていう話を聞いて、ああそうなんですねって言って、まあどうしようもなかったら薬まあ出すしみたいな、それで終わりましたね。なんかこうなんだろう、僕個人としてもちょっとなんかこうあれってこうなんか肩透かし感はあるんだけども、なんだろう、先生のお話を聞いて終わったというか、別になんかこう僕自身が悩み相談をしたわけじゃないし、先生から何かこうアドバイスをもらったわけでもないし、まあ、薬をもらったわけでもないし、まあ、もちろんその時僕元気だったから割とハキハキ結構受け答えをしてたんだけども、なんかそんな感じですね、あそうなんですねで終わったっていう1時間、ね、まあ、その1時間っていうのも待合室に入って終わるまでの1時間なんだけども、それこそ先生の話を3分から5分ぐらい、ああそうなんですねそうなんですねって聞いて終わるだけっていう、なんかこうもやっとする失礼しました。でまあその11月にまあ行って、そっちの心の病の方はまあそれは一旦区切りはついたんだけども、今度はその10月のさ終わり、それこそ11月の初めとかそれぐらいからなんかずっと咳出ちゃって、でも何してても咳が出るんですよ。仕事してても咳出るし、家にいても座ってても立ってても寝ててもずっと咳が出てくるからね。ね、別になんか熱が出るとかさ、そのなんか味覚がないとか匂いがしないとかそういうのでも全くないから、まあコロナじゃない、コロナの症状とは全く合致しない、ただただ咳が出るっていうだけで、まあしばらまあ風邪っぽいのかなとか、まあ今ちょっと乾燥し始めてるしなっていう感じでしばらく様子を見てたんですよ。ただもう2週間経っても3週間経っても全然ね治らないし、でも接客しててもさずっと咳出るわけですよ。で僕メガネ屋じゃないですか、やっぱメガネの検査とかもしなきゃいけないし、そうすると喋らなきゃいけないじゃないですか。喋るとまあ咳が出るんですよ。だからもうこれもうお客さんから見ても全然印象良くないし、直せるんだったら、ね、早めに直した方がいいから、ちょっとね
呼吸器内科、呼吸器内科に行ってきたんですよ。1週間2週間前ぐらいか、に行ってきて、でまず最初に行った時に、とりあえず咳止め出しておきますね、あと抗生物質も出しておきますねみたいな感じで、1週間ちょっとこれを飲み続けてくださいで、帰ってきまして、で1週間その咳止めと抗生物質を飲み続けたんですけども、全く効かないっていう、もう治る素振りなんかもう微塵も見せない、でその間にその血液検査とかもやって、アレルギー反応とかも見つつ、ハウスダストにちょっとアレルギー反応は見られるけど、そんな言うほどのあれじゃないから、もしかしたらその喘息的なものもあるかもしれないねって言って、そういうなんかこう喘息の薬を今出されてるんですよ。でこれが効く、効くんですよ。これなんかこうね、よくあるじゃん、吸入器みたいなのあるじゃん、喘息の薬をよく飲む吸入器みたいなのあるんだけど、あれをこう口に加えてフーって吸うと肺の中に薬が入っていくんだけど、なんだっけ、これステロイド系、割と結構強めの薬なのかな、吸って10分ぐらいしたらもう咳ピタって止まるんですよ。俺がすごいとこだよね、と言いつつ今さっき咳したんだけども、これがね、喋るとね、やっぱね咳出てくるんですよ、でこれ薬をこう吸って咳は止まるんだけども、やっぱりこう深呼吸とかをするとなんかこうやっぱ肺がね狭くなっている感じがするというか、息が詰まるような感じがするから、こうなんかこうやっぱり長時間喋ったりとかはできないわけ、だから今これねレイディを収録してるけども、ちょっと休み、ちょっとお茶とか飲みながらやるんで、ところどころ区切ってる部分あると思うんですけども、それはご了承くださいと、でこれ収録してるのが12月の3日なんだけども、ここ1週間2週間ぐらいはもうすごいじゃん、コロナがね、第3波みたいな、どんだけ波来るんだってぐらい、春ぐらいに第1波でしょ、夏から秋にかけてもう1波ちょっと来たけど、ちょっと一回収まり出したかなと思ったらまた今多分一番でっかいの来てるじゃん、でもうこの寒い時期なんかさ、体の免疫力落ちるし、風邪とかも含めてね、これを聞いている皆さんもとにかく気をつけてくださいっていうしかないよね、全方位に気をつけてください。でもなんかこう新しい生活様式じゃないんだけども、とりあえずなんかこう店に入るときは手の消毒をして、外出かけるときは必ずマスクをしてっていう習慣ももうだいぶ慣れたよね。でなんかこうもうなんか慣れすぎたのか分かんないけど、マスクをしてないお客様も結構来るわけですよ。おめえそれは違うだろうと、それは違うんですよと、慣れすぎたのかは分かんないけどね、僕もさ、うっかりこうねマスクをせずに外に出れてしまうことがね2、3回あって、朝起きてこう朝ごはん買いに行かなきゃって、朝ごはん買いに行くときにもうなんかこうフラフラーってこう外に出たときに、交差点ぐらいのときに、おっマスクしてないよ僕と思ってマスクしに帰ってさ、そんなことが2、3回ありました。皆さんも気をつけてくださいね。そんな3ヶ月を過ごしていたんですけども、僕の身の回りというか、YouTube 活動にもいろいろありまして、メガネチャンネルをやっているっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、10月の27か27に、世界中のメガネメーカーが集って、新作を発表する、それを買うっていう国際メガネ展 IOFT インターナショナルオプティカルフェア東京、こちらが2020が開催されまして、そちらに僕が
オフィシャルインフルエンサーとして、参加しました。で、まあ参加して、YouTube の動画を撮って、動画も上げてるので、よかったら皆さん見て高評価を押して帰って、俺はね、やっぱり今後のね、まあお仕事とかにもね、つながっていくかもしれないので、やっぱね、お仕事したいじゃないですか。お仕事したいんですよ。まあ、あっちはあっちのね、メガネの方のチャンネルはさ、メガネの方のチャンネルとしてさ、割とこうビジネスライクに割り切ってやってるんで、やっぱこうお仕事来ないかなっていうのをね、まあでもお仕事来る前にやっぱりこうチャンネルを大きくしていかなきゃいけないじゃないですか。チャンネル大きくしたいな。チャンネル登録者数2000万人ぐらいは欲しいもんだって。2000万人ぐらいいればもうお仕事なんかもう来放題じゃないですか。まあ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 、現実的にちょっと難しい数字ではあるんだけども、まあでもこうね、再生数が伸びていって、でチャンネル登録者数も増えていって、でやっぱりこう YouTube の中では、あ、この人はやっぱり無視できない存在だなみたいな感じにまずなるところからじゃないですか。でそうするとやっぱりあの人にちょっと商品を紹介してもらおうかなっていう候補に上がりやすかったりとか、そうするとね、やっぱこう僕にお金が入ってくるじゃないですか。僕のお金が入ってくるとやっぱり活動の幅が広がったりとかね、活動時間が増えたりとか、時間がね大事なんですよ。お金があると活動時間を増やせるんですよ。働かなくていいから。それもちょっと言い過ぎだけどね、働くけどもやっぱりこうね、動画制作に当てる時間が増えていくじゃないですか。そうするとやっぱりもっとこう動画を増やせる、もういいサイクルに入れるけども、まだまだそこの段階には程遠い状況で、何の話をしてたんっけ。あ、そう、国際メガネ展にね、インフルエンサーとして参加させていただきましたので、ぜひ見てくださいっていうお話です。これがね、6本?7本ぐらい動画を出したのかな。まあこれから出てくる新作のメガネの情報なんかが結構いっぱいあるんで、まあ、メガネの民はぜひ、メガネの民はさ、まず僕の動画見るべきじゃない。知らんけど、まあ、もし僕が出している動画の内容なんかもうすでに知ってるわっていう方々だったら、もうなんか多分最先端だよね。多分知らないまま過ごしてる人の方が多いと思うんですよ。ああいうなんかこう近視がどうやって起こるのか、近視の原理とか、近視のメガネレンズはこういう風にしているんだよとかね、そういうメガネの民には知っておいてほしい情報なんか結構あるわけ。まあ、なんて言うんでしょう、まあ言い方は悪いけども、その悪いメガネ屋っているんですよ、やっぱり。メガネってさ、結構さ、知らないことの方が多くないですか、メガネに関して。メガネ使ってる人って割とメガネに詳しくない印象があるんですけども、そのなぜかっていうと、メガネ屋ってあまり情報を世に出さない、あまり情報を開示しないっていう悪い癖があるんですよ。で、まあ、そのお客さんの無知にかこつけて割と高い商品を売ってくるっていう悪徳メガネ屋もいるわけですよ。いるんですよ、気をつけてくださいね。ただやっぱりメガネユーザーの知識レベルが上がっていけば、やっぱりそうやって騙されることも少なくなるし、やっぱり健全にねメガネを買える、状況が、市場が出来上がっていくと僕は思っているんです。知らんけど、やっぱりお金をかけたいところにお金をかける、お金をかけたくないところにはお金をかけないっていうのがやっぱり理想じゃないですか。別になんかさ、そのユーザーが賢くなったところでお金を出さないわけじゃないじゃないですか、ね、自分が納得して出したい分のお金を出すっていうのがやっぱり一番健全な状態だと思うんで、やっぱり知ってください、メガネの民は。
皆さんはメガネのことに詳しくなりましょう。うん、で、できれば僕の動画を見ていただいて、まあ、楽しいか楽しくないかで言えば多分僕の動画ってそんなに楽しくはないと思うんですよ。そんなになんかバラエティ側に振ってるような動画じゃないんで、うん、ただ、まあ、ちょっと参考になったなとか、ちょっとああちょっとこの動画面白かったなと思ったらね、高評価も押していただいて、うん、いやいいんですよ、面白いと思わなくても押していただいてもいいですよ、全然いいですよ。それがちょっと明日の再生数につながってくるかもしれないからね。いやお願いします、お願いします、ワンポチです、うん、お願いします、うん。まあ、その国際メガネ展でさ、まあ、オフィシャルインフルエンサーとして参加させていただいたのが、なんかこう自分の中では割とああすごい勉強になったなって思うことがすごい多かったんです。うん、やっぱりなんだろう、一番はその今までさ何回かは参加してたの、でもメガネ屋として参加してたからあんまりこう密でそのメーカーさん側と話をするっていうことがなかったわけよ。ただ今回そのインフルエンサーとして情報を世に出しますよっていう体でいくと、やっぱりこう話してくる内容も全然変わってくるしさ、うん、やっぱり僕が見る視点も変わってくる、うん、やっぱりメガネ屋としていくとさ、これは売れそうこれは売れなそうみたいなさ、やっぱりそういう視点で見ちゃうじゃん、うん、でも今回はやっぱりこうなんか面白そうとかさ、うん、こういう情報をみんな欲しそうだなとかさ、そういうのを優先でやっぱりやってたから、うん、やっぱり違う目線で見ることできたし、うん、あとねやっぱり名刺をいっぱいもらえたねまあもちろんメガネ屋として行った時もやっぱりもらえるのはもらえるんだけども、うん、名刺交換って言ってね、あの手で名刺をもらえるんだけども、でもやっぱりちょっと意味合い変わってくるよね。まあ、そんな国際メガネ展での活動でした。まあ、こういう機会があればどんどん参加していきたいなと思うけどもね。まあコロナがね、うんぬんっていうのもあるし、なかなか難しいところかもしれないね。さてさて、まあ世間的にはもう12月でございますけども、皆さんいかがお過ごしですかね。いやもうとにかくやっぱり12月に入るとさ、年末感がすごいよね。それこそこうなんか世間的なイベントで言うとさ、10月のさ末日にさハロウィンあるじゃん。ハロウィンあるんだけども、それ超えるともうよしじゃあクリスマスまで行こうかみたいな感じになるけど、まだ11月ってのはさ、なんとなくまだ秋感あるじゃん。まだちょっとなんかこう冬感出すにはまだちょっとみたいな、でもちょっとクリスマスの準備はしとこうかみたいな感じになってるじゃん。そわそわしだす感じ。もうでも12月に入るとさ、クリスマスですって感じ出るじゃんまだ本番までは全然あるんだけども、でももうクリスマスですみたいな感じを出してくるじゃん、それこそスーパー行ってもさ、コンビニに行ってもさ、クリスマス一色じゃないですかね。え、あの長靴に入ったお菓子の詰め合わせも売ってるし、シャンメリー、え、売ってるじゃないですか。今年は鬼滅の刃のシャンメリーがあるんですよ売ってる。僕の近くのね、家の近くのスーパーに行っても鬼滅の刃のシャンメリー売ってるもん。いや、どこ行っても鬼滅の刃ですよね。いやすごい、いやもう本当になんか拍手したくなるぐらい気持ちの鬼滅の刃、うん、なんかこう流行語大賞にもやっぱりノミネートはされてたみたいだよね、鬼滅の刃みたいな。なんかさ、こう作品名ってなんかちょっと違う感じしない？いやもう流行語大賞はもう決まったからね、あれ言うのもあれ、これからあれ、うんの言うのもあれだけども、なんかこうさ、流行語大賞、流行語だからさ、なんかこう鬼滅の刃自体は確かに流行ったけども、流行語っていうとなんかちょっとモヤっとするよね。それこそ鬼滅の刃に出てくる何々の呼吸、何々の型みたいなさ、なんかそれこそ何々の呼吸が流行語大賞に入るとかさ、
それだとあーまあ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 ってなるけど、鬼滅の刃が入るとなんかこう、作品名かってなるじゃん。なんかさ、政治家の人がさ、あれ菅総理だっけ、菅総理だか誰かがさ、全集中で行きますみたいなこと言っててさ、おうおうおう、ぶっこんできたなと思いながらさ、あのニュースとかも見てたけどさ、まあそんな昨今ですよ。鬼滅の刃のシャンメリーが鬼滅の刃のシャンメリーってすごいよね。時代錯誤甚だしくない？まあ皆さん、そのクリスマスの予定はいかがですかね。鬼滅の刃のシャンメリーを飲む予定はありますか？僕はありません。はい。あ、でもちょっとまあ話題作りのために買っておこうかなっていう、ちょっとなんか悪い気持ちは出てる。悪い気持ちでちょっと鬼滅の刃のシャンメリー飲もうかなみたいな、そういう悪い気持ちはちょっと出てるよ。そういうの良くないよね。いや、いい、全然いい、全然いい。ちなみに僕はそのクリスマスイブの12月24日、ちょっとね、お食事の予定がね、やるんですよ。まあ皆さんにもね、いい報告ができればなと思うんですけども、12月24日の、まあ、クリスマスイブにちょっとまあお食事に行く予定がありまして、いや、今から楽しみですね。早くケーキ食べたいですね。今年どんなケーキなの？あ、今年どんなケーキなんだろうなって言っちゃったわ。あ、もう家族で食事するのバレバレじゃん。何の話してたんだっけ？早くケーキ食べたいなって話。ちなみに皆さんどんなケーキが好きですか？僕はあのショートケーキ大好きですよ。そのいちごが乗ってるさ、あのドスタンダードなあのクリスマスケーキもちろん好きだし、チョコレートケーキのクリスマスケーキ、チョコレートのクリスマスケーキも好きだし、あとね、ケーキといえばあれですよ、サーティワンのポッピンシャワーのさ、アイスケーキあるじゃん、あれ美味しくない？ポッピンシャワー、あれなんか違う気がするな。いや、合ってると思うんだけども、ポッピンシャワーのアイスケーキ、あれよく食べてた。あの甥っ子姪っ子がね、好きでね、よくあのケーキを食べてたんですよ。皆さんはどんなケーキが好きですかね。そしてクリスマスにはどんなケーキを食べるんですかね。そして皆さん、クリスマスにはどんな相手と過ごすのかな。まあそれは置いといて、2020年もあと1ヶ月ですよ。1ヶ月切った。来年はどうなるのかなっていうのをちょっと一瞬考えたんだけども、来年の話をすると鬼が笑うっていうじゃないですか。でも鬼も笑わないよね。もう12月に入ると鬼は笑わねえし、坊主は走るし、あっという間ですよ。しわすしわすしわす、今のはちょっと忘れて、今のシワスはちょっと忘れて、なんか今の勢いで言っちゃったから、今のはなかったことでしょう。まああとはその、まあ、クリスマス年末でこのレイディオが配信されてるのがゲームチャンネルね、ってことを考えると、やっぱりそのゲーム業界がやっぱり騒ぎ出すというか騒いでる時期ですよね。ただ僕さ、ふと思ったんだけどさ、この年末にさ、任天堂が大型タイトルを出してきてないのよ。そう思わない？ゼルダ無双こそあれ、ゼルダ無双こそあれ、なんかこう毎年さ、9月頃に任天堂ダイレクト、それこそ E3 とか東京ゲームショーとかあるじゃん。あれぐらいの時期に任天堂が任天堂ダイレクトで年末に大型タイトルを出しますよみたいなお知らせを出してくるじゃん。で年末うわーみたいな、みんなでうわー盛り上がろうぜみたいなのなるけど、今年それがなかった。やっぱね、やっぱいろいろあるんだろうね、コロナ的なあれがね、あったんでしょうね。で
まあそのゲーム業界の話で言うと、まあ、ここ3ヶ月の間で言うとやっぱりプレイステーション5ですよ。プレイステーション5が11月12日に発売されましたよ。欲しい。 PS5 欲しい。ただ PS5 欲しいけども、別にプレイしたいゲームがあるわけじゃないっていう、うん、ただなんかこう欲しいっていう気持ちをなんかこう持たせてくれるよね PS5。 なんかこう PS5 欲しいって思わせてくれる、なんかそういう魅力があると思わない？思えよ PS5 に欲しいって気持ちを、魅力を感じろよ。うん。あとはその Xbox シリーズ、 Xbox シリーズ XS みたいなのが出て、ね、なんていうんだろう、次世代機が出揃ったのかな。うん。まあ任天堂はまだまだ新しいね、あの機種が出るわけじゃないからあれだけども、でもあれだね、任天堂スイッチのパワーアップバージョンとか出てほしいよね。今さ結構いろんなゲーム出てるけどさ、やっぱりそのカクつくとかさ、あのフレーム落ちするとかさ、やっぱり描画っていう部分でプレイステーションとか Xbox にはやっぱり勝てない、グラフィック面でやっぱり勝てないっていう部分どうしても出てきてるから、で今これ Xbox やプレイステーションも新しい次世代機が出てきて、やっぱりそこで結構差を開けられてる部分あるから、やっぱり任天堂スイッチもパワーアップバージョン出てもいいと思うんだよね。来年か再来年ぐらいかな。今年はちょっと分が悪いよね、さすがにね。うん。いや、まあ、今年もあと1ヶ月で終わるから急にポンと出されても困るんだけども、何の話してたっけ。そう、Xbox にしてもプレイステーションにしても次世代機が出てきたことで、これからどんなゲームが出てくるかが楽しみっていうのがね、やっぱそれが一番ですよね。そのプレイステーション5が出ますってなった時に、ファイナルファンタジー16ですよ。16作目のなんかこうトレイラーが出てて、やっぱファイナルファンタジーってワクワクさせられるよね。まあ、知ってるシリーズっていうのもあるけども、やっぱ僕の世代はやっぱドラクエとファイナルファンタジーじゃないですか。だからこのファイナルファンタジー最新作のあのトレーラーを見た時に、まあワクワクした。ワクワクせざるを得ない。言ってファイナルファンタジーシリーズそんなにプレイした感じではないんだけどもね。プレイしたのなんぼだ。1、2はクリアした。1、2クリアして3、4、5、6はプレイをしていない。え？嘘だろう。うん。7はプレイしたけども、クリアしていない。ラスボスが強くて諦めた。FF8 はプレイしたけども、クリアをしていない。今、プレイ実況を出している。FF9 もプレイしたけども、ラスボスが強すぎて挫折した。え？そんな難しいゲームシリーズじゃなくない？ファイナルファンタジーって。ファイナルファンタジー10はやった。10はもちろんクリアしました。最後まで。あれ、いいゲームだったよね。いや、この今、プレイステーション5についてもちょっと言及しようと思ったんだけどさ、やっぱり、本体、ハードが次世代、パワーアップすると、やっぱ出てくるソフトもさ、ガラッと変わるじゃん。なんていうの、器がでかくなるわけよ。それこそプレイステーション4が発売されてもう5、6年経ってるのか。うん、経ってるけども、その5、6年の間に技術がどんどん進歩していって、でソフトメーカーもすごい技術が向上していって、こんなことができます、あんなことができますっていう技術がどんどん出てきてるじゃん。でもプレイステーション4の本体がそれについてこれないっていう事態がどんどん出てきてるわけよ。ね、プレイステーション4出たばっかりの時は、
こんなんどんなゲームでも作れるぜ、ね、ワク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 していた。でも時代が経つにつれてプレイステーション4じゃもうちょっと僕たちが作りたいゲームは作れないなっていう事態、現状が出てきてる。そこにプレイステーション5が出てきて、こんなこともできます、あんなこともできますね、が出てきて、これからどんなゲームが出てくるんだろうってワクワクさせられるよね。それぐらいマシンパワーがすごいことになってるわけよ、プレイステーション5は。でまあメガネ屋のね、僕としてもやっぱりそのプレイステーション5にはやっぱり大いに期待していることがありまして、それがね、4にはなかったこの5の機能というか、機能じゃないんだけども、レイトレーシングっていう、多分皆さんも結構耳にしたことはあるんじゃないですかね、レイトレーシング、うん、これこういう機能が、機能っていうのもあれなんだけども、機能がついてるんです、レイトレーシング、うん、レイ光光線をトレース、うん、追っかけるねっていう、演算方法というか、うん、まあざっくり言うと光の反射とか屈折とか、それを計算してくれる演算処理のこと、うん、でまあそのそれこそ映画だったらもう普通に取り入れられてる技術なんですよ。だからピクサーとかさ、普通に多分使ってると思うんですよ、うん、だから例えば光源、ライト、光がここにあって、で光を反射するもの、または水とかね、光をよく屈折するものがここにありました、ね、で光がこう当たった時にどう反射するか、どう屈折して何がどう見えるかっていうのを計算してくれる、そしてそれをグラフィックに起こしてくれるっていう演算処理のことをレイトレーシングって言って、 PS4 プレイステーション4ではそれができるほどマシンパワーがなかったんですよ、うん、でこれ映画では使われてるけど、なんでゲームではできないのっていうと、ゲームってプレイヤーがカメラをグリグリ動かしたりするじゃないですか。でそれを逐一リアルタイムで処理するっていうのが難しいんです、うん、だからあらかじめ計算してそれをグラフィックに起こしている映画だと使える、だけどゲームで使えるほどマシンパワーは今のところなかった。それがプレイステーション5からできるぐらい、それぐらいマシンパワーがある。でそのレイトレーシングっていう技術とメガネ屋っていう部分がどうね、どうクロスするのかっていうと、よく皆さんこのゲームの中でさ、メガネかけてるキャラとかいない？でそのさ、メガネかけてるキャラのそのメガネ、レンズが入ってないこととかよくあるじゃん。ね、レンズが入っているっちゃ入ってるんだけども、結局なんかこうガラスの板みたいなのがペッてついてるだけみたいなのよくあるじゃん。でさ、現実にさ、メガネかけてる人のメガネ見たらわかるけど、やっぱ歪むんですよ。屈折してやっぱりこのフェイスラインがキュッと内側に入ったりとか、目が小さく見えたりとかあるじゃん。だけどそれをリアルタイムで計算できるだけのパワーがプレイステーション4にはなかった。だけどこのプレイステーション5からはそれができる。ということはだ、リアルタイムでメガネの屈折を計算できるね、ワクワクしない？僕だけですよね。そのワクワクしてるの多分僕だけだと思うんだけども、いやそれこそ龍が如くとか僕やってるじゃないですか。で龍が如くのキャラでも結構メガネかけてるキャラいるんですよ。龍が如くゼロに出てきたラスボスの人とかね、名前忘れたけど、なんかいたんですよ。そういう人とかもメガネかけてるんだけども、やっぱり板がペッてついてるだけとか、龍が如く6とかでもいたな、メガネかけてるキャラいたんだけども、やっぱりね、板がついてるだけで別に屈折とかはしてない、うん、だけどもそれがもしかしたら今後ね、
あ、この人禁止だ、ね、うん、結構歪みあるな、うん、度数で言うとマイナス何歩ぐらいかな、うん、ということは視力で言うと 0.05 とかそれぐらいかなとかね、まあ、そういうの予想できたりするじゃないですか。そうワクワクしません？僕だけですよね、うん、まあ、そういうところだから日頃からさ、メガネ屋としてさ、お客さんのメガネを見てる。でやっぱりこうすれ違う人たちのメガネのかけ具合とかもやっぱり逐一チェックしちゃう僕としては、そのキャラクターがメガネかけてるとさ、メガネ見ちゃうのよ。やっぱ見てるとさ、やっぱなんかこう板がペッてついてるだけだから、なんかこうメガネレンズどうにかなんねえかなってね、ちょっと思ってたんだけども、ここに来てレイトレーシングが搭載されたってことはメガネに期待するしかないじゃないですか。しますよね、してください、うん、でもあれだよね、これさ考えようによってはさ、めんどくさいじゃん、メガネをわざわざ描写するのって。めんどくさくない？もうなんか逆にプレイステーション5になってからメガネかけてるキャラが一切出てこなくなる可能性もあるよね、見破られちゃうから。そうなるとそれはそれで悲しいな。いやわざわざだってさ、要はそのメガネに入っているレンズにその屈折率を設定しなきゃいけないわけじゃん。メガネの屈折率を設定して、でメガネのレンズの厚みとかをちゃんとなんていうの、レンダリング 3D モデルを作って、そこに光を通さなきゃいけないわけじゃん。めんどくせえよな、それってすげえめんどくせえよな。それするだって理由ねえもん、そこに手間かける理由なんかないもん。そっか、プレイステーション5になってからメガネキャラが一気に少なくなる可能性があるのか。それは悲しいな。まあ仕方ねえよな、めんどくせえもんな。でそのプレイステーション5が11月12日に発売されてから、もうね久しぶりにねゲーム実況の動画をワクワクしながら見てましたね、うん、僕プレイステーション5買ってないんだけども、やっぱりちょっとどんなもんかなって気になるじゃないですか。でまああの有名なツーブロさんの動画ですよ。で、あのアストロボットだっけ、名前忘れたけど、アストロボットっていうゲームをプレイしていて、それがね見てるだけでめちゃくちゃ面白いの。もうなんかね本当にこうゲーム実況の新作動画の投稿をワクワクしながら待ってたので本当に久しぶりかもしれない。アストロボットがね、まあ本当に見てるだけで楽しくて、初代のプレイステーションの発売が1996年の12月3日なんですよ。そう、ちょうど今日12月3日に収録してるんだけども、プレイステーションの日みたいな感じでなんか広告が出てるわけですよ。いや CM 覚えてるんだよね、1996年の12月3日あれね、その発売までにプレイステーションが発売するよっていう CM をねテレビでガンガン流れてたんですよ。123123123123ってずっと言い続ける CM、 それがねいろんなバージョンでね CM 流してて、あのね受験生みたいなね男の子たちがねシャッターをずっと叩き続けるっていうね CM、 怖くない？5人ぐらいのね受験生の格好をした男の子たちがねシャッターをね123123で叩き続ける、123123で、そういうプレイステーションの発売のね CM があったんですよ。いやこれ覚えてるね、あの頃のね CM ってなんかねどこかね意識高い感じはあるかな。やっぱ時代時代でやっぱこう特色出るよね。なんかその
1990年代後半から2000年代初期ぐらいにかけては割となんかね CM がね映像作品風に作られてたイメージがある。どの CM もそれこそゲームにしろ音楽業界にしろ、うん、そこからねなんかの CM が流行ってコメディチックになったりとか、なんかいろいろ時代時代で結構ね CM のねテイストが変わるんですよ。今はそんなにあんまり意識して見てないからあれだけど、まあ今はなんかこうおとなしいなっていうイメージしかないな。無難な CM しか作んないイメージはあるわ。何の話してたっけ。そう、その初代プレイステーションが発売してからこのプレイステーション5に至るまでのその今まで出てきたプレイステーションシリーズの本体2、3、4、あとはプレイステーションポータブル、プレイステーションビータ、いろいろあるわけですけども、それとあと周辺機器とかを集めていくんですよ。これがねまあ面白くてね、この周辺機器とかを見ながら発売したのが何年で、 あの頃僕が何歳で、そうそうあのゲームをやってたみたいなことを思い出しながらね、その動画を見るのがめちゃくちゃ楽しいわけで、そのプレイしている途中にもこういろんなね今まで発売してきたゲームのオマージュみたいなものが結構ちょいちょいあって、あったあったこんなのあったとか思いながらねを見て、いや本当に面白いゲーム実況でした。よかったらみんなも見てほしいな。でまあこのプレイステーション5がさ発売したっていうその前後ぐらいで、やっぱりそのプレイステーション5の特集みたいなものをさ、それこそファミ通とか、あとはその電撃プレイステーション、あとはフォーゲーマーズとか、そういったネット記事なんかでも結構いろいろね、インタビューとか、あとは特集とかが結構組まれてて、でそう結構その僕読むんですけど、まあ、そういうインタビューとか大好物だから、読んだんですけども、やっぱりどこもね、なんだろう、キーワードとして出している単語があって、没入感っていう言葉をよく使われてるんですよ。多分これ実際にプレイステーション5をプレイして体験された方だと、もしかしたらなんかこうピンとくる単語なのかもしれないし、結構まあ耳や目にする単語だから、もしかしたらどっかで引っかかってる人もいるかもしれないんだけども、今回のこのプレイステーション5を語るキーワードとして没入感っていう言葉がよく使われてるんですよね。まあそのさ、プレイステーション5も 4K 対応になって、すごいでっかいテレビとかモニターでも遜色なく綺麗な画質で見ることができる、そういう 4K の高画質映像、あとは音楽映像音楽だよね。あとはその 60fps とかね、そのなんていうの操作感、そのカクカクしないとかヌルヌル動くみたいな、そういう操作感とか、あとはやっぱり今回のコントローラー、新型コントローラーですよね、あの感触、そういったものを全部ひっくるめて没入感ですよね。目の前、視野いっぱいに広がる 4K の映像で、やっぱり臨場感のある音楽、そして、まあ、その操作感をダイレクトに伝えるこのコントローラー、こうゲームに本当にフルダイブするようなこの没入感ですよ。これがやっぱりそのプレイステーションのやりたかったことって感じるよね。いやでもその思う、ちょっとやっぱり引っかかるのが、日本人にそれって合ってるのかなってちょっと思わない。
その最近なんか結構それこそ鬼滅の刃のさ劇場版が公開されてさ結構話題になったのが1時間や2時間の映画にやっぱり集中しきれない人が結構出てきてるみたいな。やっぱり途中でスマホを見ちゃったりとかね、やっぱりちょっとトイレに立っちゃったりとか、やっぱりこう集中できない人が結構出てきているみたいな話が結構出てきたじゃないですか。だからなんだろう、その時間にしてもその心の余裕にしてもやっぱりそういう余裕のない時代じゃないですか今日本って。その中でやっぱり1時間または2時間もしくはそれ以上の時間をゲームに没入するってなると、やっぱりちょっと日本人って疲れちゃうんじゃないかなって思っちゃうわけ。いらぬ心配かもしれないけども、僕がそれを心配してどうするんだってなるかもしれないんだけども、でもそのね、やっぱりこういう高品質な体験をするときってやっぱりこっちも気合い入れてやりたいってなるじゃん、ね、4K 映像で臨場感のある音声でね、コントローラーから直に伝わってくるこの感触をやっぱり全身で受け止めるためにはやっぱりそれなりにこっちも覚悟してプレイしたいなってなるじゃん。そこからもう結構ハードル高いのかなって感じない？だって今家でさ、じゃあちょっと映画一本見ようか、皆さんが今さ、じゃあちょっと家で映画一本見ようかってなった時に、ちょっとやっぱりああちょっと時間ある時にしようかなってならない？それがもしかしたらゲームでも起こってしまうかもしれないわけじゃん。それこそ暇つぶしの娯楽程度にやっぱりゲームを考えてる人って結構多いわけじゃないですか。まあ、僕も その一人かもしれないんだけども、でも、まあ、ゲームってあくまでもゲーム、娯楽ではあるから、空いた時間にやる、ゲームのために時間を空ける、これが難しい人って結構いると思うんですよね。そうなってくるともしかしたらプレイステーションの掲げるその没入感とか高品質なゲーム体験っていうものをちょっと敬遠してしまう人ももしかしたらいるかもしれないのかなって考えるとちょっと悲しいよね。まあ僕の本当にいらぬお世話ですけどね。そういえばまだその続報みたいなものが出てきてないんだけども、プレイステーション VR2 ってやっぱり出るのかな。やっぱ出るでしょうね。あれだけさ、プレイステーション VR って結構話題になったじゃないですか。でこのプレイステーション5が発売されて、ね、高品質なゲームを臨場感のある音声で、これ何回言うんだろう、僕そのなんかキャッチコピーみたいに言ってるけど、そんなキャッチコピープレイステーション側は出してないけども、ね、高画質高音質みたいなものをやっぱりねプレイするってなると、やっぱり VR って期待しちゃうよね。名前は何にする？PSVR2? まあ2だろうね。出る。やっぱ期待しちゃうよね。あれがヘッドマウントがあるとさ、自分でさ、その 4K のテレビとかさ、そのモニターとかを用意しなくても目の前にすごい高画質な 4K 映像、4K 相当映像がこう映し出されるかもしれないんじゃん。それこそ没入感じゃないね。でこれあれですかね、プレイステーション VR2 が出るとしてエッチなことに使えるんですかね。どうでしょう。こういろんな機能がもしかしたらそのプレイステーション VR2 に搭載されるかもしれないじゃないですか。で今新しくね、そのプレイステーション5から搭載使えるそのコントローラー、デュアルセンスっていうプレイステーションコントローラーが新しく出たんですけども、これがね、まあ振動がねブルブルって触れる人の振動もそうだけども、この L2R2 のところにあるそのトリガーがあるじゃないですか。あれがそのなんかゲーム体験、ゲーム内のシチュエーションに合わせてその
トリガーの硬さが変わる、アダプティブトリガーというのがついてるんですよね。だからこの弓を引っ張るそのギリギリギリってした感覚をそのトリガーが伝えてくれて、このトリガーが硬くなるみたいな、ギリ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 っていうのが硬くなるっていうのがある。あれをちょっともしかしたらエッチなことに使えるんじゃないですかね。どうですか、そのあれなんかちょっと硬くなってきてるんじゃないみたいなのが、そのアダプティブトリガーで再現できる？できるよね。ね、そのコントローラーから伝わってきたりとかね、あとは何だろう、その VR、 プレイステーション VR の2のねゴーグルからこう水が出てきたりとか、まあ、シチュエーションは限られてくるけどもね、シチュエーションは限られてくるけども、なんかこう水がかかるシーンではゴーグルから水がピャッと出たりとかね、あっかかっちゃったみたいなのがこうあるかもしれないじゃん。 4DX みたいな感じでね、匂いも出す、匂いも出すか、いいんじゃない。それこそ没入感もうそうすごいじゃん。うわ、目の前にでっかいのが迫ってくる、そしてまあ水をかけられる、わピチャピチャくっなって、でそしてで手元では、あここなんかもうこんなにすごく硬くなってるよね、あるじゃん。専用コントローラーなんかも出てくるわけですよ、ね、没入感どころじゃない挿入感みたいなのも出てくる。それソニーでやることじゃねえな、ね、そういうのはソニーでやることじゃないですね。多分その DMM さんがやってくるんじゃないですか。ファンザ、プレイステーションファンザ、あでもそのプレイステーション5ってさ、なんだっけ、 YouTube とか、あれ YouTube 違うか、なんか Netflix とかさ Amazon プライムとかって最初からなんかこう見れるアプリみたいなのが入ってるんじゃなかったっけ。ファンザは、ファンザいけるんじゃない。じゃあこの話は一旦置いておこう。そのプレイステーションとか Xbox なんかはそのより高品質なゲーム体験を、より没入感を、高品質なゲーム体験をみたいなものを、なんかこうどんどんそっちの方向に行ってるけども、やっぱなんか任天堂ってさ、なんかこう全然アプローチ違うよねって思う。なんか任天堂だけ全然なんかこうゲームに対するスタンスが違うというかさ、今出てるその任天堂スイッチもテレビモード、あと携帯モードを使い分けられるじゃん。なんかその没入感という意味ではまたちょっと違う感じはしない？それこそ今言ったプレイステーションなんかは自分からゲームの中にうわーって入っていくっていう感覚だけども、任天堂スイッチって逆じゃん。もうなんか生活の中に任天堂スイッチ取り入れてくださいっていう感じ出てるじゃん。あテレビで使ってもいいですよ、だそれ移動中とかに全然使ってもいいですし、携帯していただいても大丈夫ですしみたいな、自分らの使いたい方で使ってくださいみたいな、楽しいゲーム用意してますみたいなね、そういう感じじゃん。全然なんかこう違うよね、アプローチというかゲームに対する考え方まではいかないけども、やっぱスタンスが違うよね。もちろんその品質が低いって言いたいわけじゃないですよ。もちろんその年々こう品質はどんどんゲームのね品質は高くなっているけども、そこはまあ二の次というか、言い方悪いな、その品質が二の次みたいな言い方は良くないけども、でも何て言うんでしょう、個人個人の生活の中にそのスイッチを持ってくるっていう意味でもそうだけども、人と人とのコミュニティの中にスイッチやそういうゲームを介入させるっていうのに積極的かなっていうイメージが強い。それこそ今年出たさ「集まれ動物の森」とかさ、結構そういうスタンスじゃん。でそれよく思うのが、任天堂スイッチって割と簡単にスクリーンショット撮れるじゃないですか。ボタン一つでパシャってスクリーンショット撮れる。でそれをツイッターに投稿するのもすげえ簡単に投稿できるのよ。あれがすごいの、マジでストレスフリーで投稿できるから。僕もちょっと一回やってみたんだけども、こんな簡単にスクショ投稿できるんだって思うぐらい、
パシャって撮ってホーム画面に行って、それをポンってツイッターでツイートすると画像投稿するだけってすごいストレスないのよ、うん、だこれがまたプレイステーションになるとまたちょっとねややこしいというか、シェアボタンを押して、でシェアボタンもして、まあ、そっからまたホーム画面に行って、データを参照して、それをまたツイッターに持って行ってみたいな、ちょっと割とねアクセスまでが若干不便。なんかまあ僕のネット環境のせいもあるかもしれないんだけども、なんかねちょっとやっぱ違う、なんかこうソーシャルのために作られてないっていう感じはやっぱり出てる。うん、だプレイステーションの中でそのフレンド同士がつながって一緒にゲームをするっていう分には全く問題はないんだけども、そこのプレイステーションから外れる外側に出していくってなるとちょっとやっぱりハードルがある、イメージがある。うん、だからなんかちょっとスタンスが違うなっていう感じはね結構するかな。プレイステーション5でどれだけ変わったのかは分からないけども、うん、そこもちょっとやっぱ見ていきたいよね。で今言ったそのツイッターにさ投稿するときもさ、あのスクリーンショット撮るじゃん。スクリーンショットを撮ってそれをツイッターに投稿するときにハッシュタグが勝手につくの。そのスクリーンショットを撮ったゲームの名前のハッシュタグが絶対つくの。めちゃくちゃすごくない？いや多分ね技術的にはそんなに難しいことじゃないと思うわけ。でもそれをやろうと思ったことがすごいよね。すごくない？そうでもない？そうか。話は変わりますけども、年末になっていろんなゲームソフトが出てるよね。いやープレイしたいゲームがたくさんあるんですよ。あります。いやまずやっぱりゼルダ無双、厄災の黙示録、あれやりたいね。やっぱこうゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをプレイした僕としてはやっぱりあそこはやっぱり外せないよなっていう感じ、あります。あとはライザのアトリエ2、一番気持ちが強いのはライザのアトリエ2なんですよ。やりたい、やりたいね、またライザちゃんに会えるみたいなね、そういうワクワクした気持ちを持ちながら、あれなんだけども、まあさっきから言ってるんだけども、喉がねあれだから長時間のこのゲーム実況とかにねできないんですよ。咳出るしね、あまり喋り続けるのも疲れるしで、なかなかゲーム実況ができないっていうのがあるんで、ちょっとどうしようかなって今思ってるところ。あとその直近でやりたいゲームとしてはやっぱりゼルダ無双とライザ2なんだけども、まあ、過去作品でもいっぱいあるんですよね遊びたいゲームが。そのなんだろう、 Wii U 僕今持ってるんだけども、 Wii U でさバーチャルコンソールあるじゃん。あのバーチャルコンソールで配信されてるゲームなんかもやっぱやりたいゲームいっぱいあるよね。あるあるあるんですよ。任天堂スイッチからバーチャルコンソールなくなっちゃったからさ、だからバーチャルコンソールやるなら Wii U でやらなきゃいけないし、 Wii U のそのバーチャルコンソールもいつまでできるのかわからないじゃん。もう多分あと2年続けばいいかな、最悪来年ぐらいにはその配信なくなるかもしれないから、だからまあなるべくね早いうちになんかこう過去作品でやりたいものあったらやっておきたいなっていうところ。言ってしまえばロックマンエグゼとかやりたいわけ。ロックマンエグゼとかさ、その過去作品をまとめてさ任天堂スイッチで出してくれないかなとかあるじゃん。結構皆さん思ってると思うの、過去作品でさ今ちょっとプレイが難しいようなゲームなんかはまとめてちょっとコレクションとしてスイッチとかプレイステーションとかで出してくれないかなとかあると思うの。あるよね、あるある、いっぱいある。僕もいっぱいあるんですよそういうの。あとはもう買ったけどプレイしていないゲームで、いわゆる積みゲーですよね、これもある。だから逆転裁判やったじゃん、1やったけども、
あれって逆転裁判1、2、3に入っている1だから2と3やってないわけ。あれもやりたい。多分これ4、2、8終わったら逆転裁判2に行くわ。それはちょっと予告しておく、うん、土日限定配信でねやるわ。あとね、ファイナルファンタジー15買ったけどやってない。買ったんですよ、買ってあるけども封を開けていない。うん、あとテイルズオブベルセリア買ったんですよ、買ったんですけども起動していない。いつかやるだろうと思って買ったんだけどもね、全く起動せず。うん、やりてえ、やりてんだ。あとね、ベヨネッタまあ何本か動画を投稿したけども、やっぱどうしてもね下手だから、ちょっと上手くなってから動画投稿しようと思ったら全然やらないっていうね、うん、そんな状況。もう本当にゲーム実況のさ、編集に時間をかけてる場合じゃねえぞと思う、うん、でも仕方ない。僕はそういうゲーム実況の編集をしたいんだっていう気持ちなんです。はい、申し訳ないですけども、ゆったりまったりやる。多分その新作の発売ペースとか自分のやりたいゲームがね出てくるそのペースに自分の編集速度が追いついてないからどうしようかなって悩んでるとこだけども、うん、まあそんなこんなで、まあ、最近ちょっとまあゲーム業界あれこれあって、その最近の動きを見てまして、今週先週かな、先週に今投稿している動画が、まあ、2000本近くあるんですけども、あの動画の途中にさ広告出てくるじゃん、まあ、なんか3分5分ぐらいしたらなんかこう広告が挟まってて、そこに入ると広告が5秒6秒のやつが出てきますよみたいなのあるじゃん。あれを全部なくしました。なくなってると思う、多分まとめてやったから、うん、もしかしたらなってないかもしれない。なってなかったら言って、うん、途中で広告出てきましたよって言っていただければ、ええ、まあ、さっき言ったそのプレイステーション5のさ、その没入感という意味でもだけども、やっぱ動画を見てる途中で広告入るとさ、気持ち離れちゃうじゃん、離れちゃうというか気持ち途切れちゃうし、あ、まあもういいかなみたいな感じになっちゃうじゃん、うん、だから全部なくしました、うん、なので、まあ、よかったらその最後までじゃないけども、まあその自分の気持ちが途切れるところまで、うん、一本の動画見ていただければなと思います。まあ、僕も最近なんかこうさあゲーム実況を見てて、やっぱ途中で広告入るとやっぱあーってなるもんね、うん、まあ、最初と終わりにその広告が出るぐらいだったら別になんとも思わないから、うん、ね、動画クリックして、まあ、5、6秒の CM がポーンと出てきて、うん、まあ見ました見ましたみたいな、あとは全然僕自身なんとも思わないけども、やっぱり途中で出てきちゃうとね、ね、そのしかもさ、広告が出るまであと5秒ですって言って広告が始まる、で広告スキップできるまで5秒ですみたいな、あれがちょっとやっぱりね、僕個人としてもこれ厄介だなって思った部分があるから、うん、だから一度全部なくしました。もしかしたら僕の考えがどこかで変わって、どこかでもしかしたら入れる日が来るかもしれないんだけども、しばらくはこのスタンスでいきます。うん、まあ、なので、まあ、よかったら見ていただいて、あ、面白かったなって思ったら本当に高評価も押していただければなと思う、まあ、まずは見ていただきたいっていうだけですね。うん、そんな感じ。じゃあゲーム実況の近況報告いきましょうか。継続してプレイしているゲームとしては、ファイナルファンタジー8リマスターとペーパーマリオ折り紙キング、そして428封鎖された渋谷で、こちらは土日限定の配信となっております。実況終了したゲーム、実況開始したゲームは特にございませんということで、まあ、引き続きゲーム実況見ていただければなと思います。で、今ちょっとやっぱりね、ゲーム実況を収録するっていうのがちょっと難しい状況だから、出す本数は少ないけども、まあ、ペーパーマリオ折り紙キングがもう
収録自体は終わってて編集待ちの状態になってるから、今それを編集して、まあ、ちょいちょい上げてるっていう状態ですかね。よかったら見ていただければなと思います。お知らせです。このあたりチャンネルレイディオでは皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、そしてリクエストなどなど、この動画の概要欄の投稿フォームからどんどん送ってください。採用された方には素敵なプレゼントをご用意しております。私からの熱い投げキスが届きます。というわけで、あたりチャンネルレイディオ第102回でした、まあちょっと長くなりましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございます。それではまた次回、バイバイ。